公設百物語シリーズ公設百物語公設百物語は角川書店から刊行されている京国夏彦の妖怪時代小説公設百物語シリーズの第一作目1997年により角川書店が発行する妖怪マガジン回想刊号より作品の連載が開始され1999年の 第5号まで連載されたものを収録している。舞台は、江戸時代、三行の又市が率いる、小悪党一味が公には裁けない事件を金銭で受け負い、妖怪の伝承を利用した仕掛けを駆使して解決するという物語。主要登場人物は同一だが、各章が内容的に独立した物語であり短編集のような形式になっている。主要登場人物は、公説100。 物語シリーズを参照。時は春。越後の山奥にある、しおり峠の川岸の山小屋の中、夜半になっても静まる、気配のない悪天の長い夜に、百物語が始まる。海の国、夢山の狐森にやってきた矢作は、お銀と出会い、宝刀時に役人が取り物に入ったと聞くが、そのまま気を失ってしまう。伊豆国の友江が淵のあたりに住み着いた、 鬼虎の悪五郎と呼ばれる男をめぐって起こる争い。しかしそれには意外な天末が待っていた。淡路の国、柴江門の孫娘が残殺された。気落ちする柴江門の前に、狸が現れ、心を通わすうちに、冗談で人に化けてやって来いと語る。翌日、その狸だと名乗る老人がやって来る。四玉の徳次郎は、塩谷長次郎と名乗って興行していた。 そして、お蝶という、新州で拾った記憶をなくしている、娘の蘇生を探るようにまた一に依頼する。徳次郎は、本物の塩谷長次の情報を手に入れていたのだ。そして5月半ば、馬会長者の屋敷で会議が起こり始める。お銀の幼馴染が、北品川宿の死にせ子に、嫁入りが決まる。しかしそこの主人の妻が連続で死亡及び失踪し、子供も亡くなっているという。 お銀は真相を暴くようにまたいに頼む。一年ほど前より、京都、片平辻に何度も、女性のフランシ体が現れる。夏も森、り、葉月の終わりに、長崎にも、用事のある、もやぶにの林蔵は、またしに応援を頼み、事態の収拾を図る。しかしまたいはあまり乗り気ではない。ありがとうございます。